はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。RTN ジャパンを、ご覧の皆様、こんばんは、マジカルドロップトリロジーリレーの奏者のアンビルと申します。今回はですね、マジカルドロップ2、3、6の、順番に、リレー方式で、一人で走るという部門で、参加させていただきます。よろしくお願いします。解説の丸田です。スピードランドットコムではマジカルドロップ3のノーマルとハードで1位の記録を持っています。今回は、オンラインで参加させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、この RTA の概要は先ほどアンビルさんがお話しした通り、はい、トリロジーリレーということでマジカルドロップ2、3、6この3作品の最速クリアを目指していきます。はい、まずそして次にマジカルドロップはどんなゲームなのかを簡単に説明します。はい、マジカルドロップは上から降ってくる球を消していく打ち上げ形式のパズルゲームです。同じ色の球を縦に3個以上重ねると消すことができます。そしてマジカルドロップ最大のポイントが後付け連鎖、連鎖を組まなくても素早く消せば連鎖になるというシステムで、お手軽簡単に連鎖ができる爽快さが魅力となっております。そして今画面に表示されているのがトリロジーリレーで最初に走るマジカルドロップ2です。このマジカルドロップ2では、ストーリーモードをプレイしていきます。 RTA の難易度でいうとトリロジーリレー3作品の中では一番高い作品となっております。では、使用するキャラクターなのですが、今回、寄付額投票による投票制で5名のキャラクターから、投票を行いました。結果選ばれたのが、同率1位が2キャラ、エンプレスとジャスティスとなりました。同率 で、ねえ、これ同一キャラが同一1位が2キャラ出てしまうというのはちょっと予想外だったんですが、今回はちょっと隠しキャラがコマンド入力の必要があるので先にエンプレスを使用させていただきます。はい、でもしコンティニューがあった場合ジャスティスを使わせていただくということで始めさせていただきます。はい、ではアンビルさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあということでまずは、エンプレスを、出現させるコマンドを入力します。ちょっと待っていただいていいですか。はい、東京で間違いが、あ、マジで、ちょっと待ってください。あ、変更かかってる。ジャスティスだ。ジャスティスになってる。ジャスティス。うん。ジャスティス1位。わかりました。また入れ替わってる。マジか。なるほど。ジャスティスだって。じゃあジャスティス進行ということで。はい、ジャスティスオンリーです。はい、かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで。ではでは気を取り直して。はい。はい、しようかな、一旦じゃあこのまま進めるで大丈夫ですかね。そうですね、3、2、1スタートみたいな感じでいっちゃいますか。わかりました。じゃあ3カウントで、スタートとなります。少々お待ちください。3、2、1、グッドラックです。さあスタートしました、マジカルドロップトリロジーリレー。最初のマジカルドロップ2ではステージ10エンプレスの最速撃破を目指します。スペシャル玉を使って、はい、これでステージ1フールをクリアです。このマジカルドロップ2では3連鎖で5ラインの攻撃を2回するのが一番効率いいです。弾を並び替えて速やかに3連鎖を2回打っていきましょう。いいですね、早いですね。ありがとうございます。さてこのマジカルドロップ2、実はオントリロジーリレー3作品の中で唯一お祈りポイントがある作品となっております。それがステージ10のエンプレス戦、楽勝でクリアできるか、はたまたクズ運を発揮するのか、ステージ10をお楽しみに。ステージのチャリオットを最初にスペシャル玉があったのはラッキーですね。あと1回、これで3連鎖。あ、耐えた。ちょっと最後消されたけど、ま、順調にいけましたね。はい、ステージ5ハイプリエステス、
いいですね、これあと1回お見事、これで潰れますね、クリアです。ステージ6ジャスティス、この辺りからコンピューターがちょっと暴れる可能性が出てきます。まずはタヌマを並び替えて3連鎖していきましょう。まず1回、いいですね、2回、これでクリアです。ステージ7マジシャン、これもちょっと弾の並び替えが必要な感じですね。ちょっと2連鎖になっちゃいました。落ち着いて3連鎖していきましょう。あー落ち着いて、これ潰れた。ちょっとロスしちゃいましたね。気を取り替えていきましょう。ステージ8ワールド戦、スペシャル玉速攻コンピューター使ってくれたのはちょっとありがたいですね。これでクリアです。スペシャル玉がある配置にしてはベストな動きだったと思います。ありがとうございます。さあステージ9ストレングス、本ゲーム最強キャラですね。まず連鎖を1回、よしこれでいけるでしょう。よし潰れました。さあそしてきました、本 RPA 最初にして最大のお祈りポイントです。このエンプレス戦ではこちらの攻撃が簡単な配置、いわゆる忖度パターンに変更されてしまいます。しかもコンピューターの動きはくっそ早いので、エンプレスが暴れないようにお祈りしましょう。いったー、これはいいですね、お見事。さあそして本来ならこのエンプレス戦までで次のマジドロ3に移るのですが、隠しキャラのブラックピエロ戦をやり直しなしの一発勝負という条件で OK いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このブラックピエロ戦でも忖度パターンは利用されております。しかも相手のコンピューターはワープ駆使を、これはいけるか、あー使われた、スペシャル弾使われた、まずい。いやまだいける、まだいける、3連鎖、3連鎖、ちょっと待った、緑いける、いった、左端刺され、刺され、刺され、刺さんない、もう1回、いったよし、いった、おめでとう。見事ブラックピエロを撃破、これでマジカルドロップ2をめでたく完全クリアとなります。ありがとうございます。続く、さあここでゲームを切り替えて、続く2作品目はマジカルドロップ3。この作品は2の正当進化版的な作品で、ゲームとしても出来が非常に高い作品となっております。今でも大会や対戦会が開催されている人気が根強い作品ですね。このマジカルドロップ3ではストーリーモードの全国大会レベルのクリアを目指します。RTA 的な難易度で見ると中間ぐらいですかね。そうですね、中間ぐらい。一応使用するキャラを再確認しましたが、はい、こちらは1位はハイプリエステスということで、はい、わかりました、はい、RTA ではちょっとだけ事故の可能性があるキャラですかね。そうですね、ちょっと奥の方を消されるとだいぶ辛いキャラではありますが、やっていきましょう。では、はい、行ってみましょうと、ここでフールを選んでスタートしました。まずは連鎖をせずに潰れる、またフールを選択して連鎖をしない、潰れる、視聴者の皆様ご安心ください、これ決して血迷ってるとかそういうんじゃないんです、これがテオリーなんです。そうです。というのもこの全国大会モードコンティニューなしで進めると、さっきのブラックピエロみたいなくっそ強いワープするコンピューターがステージ4から出てくるんですね。それはもう押し潰すのが現実的じゃないレベルで強いです。しかしながらこのマジカルドロップ3、コンティニューするたび難易度が下がるランク制となっております。なのでそんなクソ強コンピューターは相手をせずに、最初に何度もコンティニューして手に負える範囲まで難易度を下げる、そしてそれから安全に走るというのがセオリーになっています。
ちなみにこのステージ1デビルで7回コンティニューします。そろそろ、あ、これでコンティニュー終わりましたね。終わりました。それでは改めて進んでいきます。はい、まず改めてマジカルドロップトリロジーリレー2作品目マジカルドロップ3ステージ12フォーチュンの最速撃破を目指します。早いですね。ありがとうございます。さてこのマジカルドロップ3では2連鎖4ラインの攻撃が最速となっております。2連鎖を3回打って素早く倒していきましょう。しかしながらハイプリエステスはちょ同じ色の弾が固まりがちなので3回以上送る可能性は高くなると思います。続くステージ3ジャスティス、マジカルドロップ3がアーケードで稼働してた頃某雑誌の人気投票でマジカルドロップキャラ1位だったキャラクターです。当時プレイしていた皆さんのお気に入りキャラは今日出るのでしょうか。続くステージ4、こちらも人気が高いキャラのスター。このステージは弾の配置がバラバラになってますので落ち着いて弾を並び替えて連弾していきましょう。あと1だ、あと1回、あー消された、スペシャルいかれた、あと1回来ましたね。ちょっとハイプリエステスの弱いとこが出ちゃいましたね。とはいえこのマジカルドロップ3、先ほどのマジカルドロップ2のようなお祈りポイントもないのでシンプルに実力勝負となります。トリロジーリレー3作品の中では一番スピーディーな展開が繰り広げられる作品ですね。さあやってきました。来ましたね、アーケード稼働時初心者キラーとして多くのマジドロプレイヤーを泣かせてきたクソジジイです。暴れ出す前に仕留めたいところ。もうちょっと、あと1段来ましたね、お見事。7ジャッジメントスペシャル弾がある配置ですが、お、よかった先に使われたのはありがたい。このまま押し切れそうですね。これでクリアですね。いやハイプリエステスはヒヤヒヤしますねこれ。ステージ8テンペランス、ここは2連鎖2回3回これで潰れましたね。よかったよかった。弾の配置がバラバラなステージでは反撃も食らいにくいですね。さあステージ9ハイプレイステススペシャルが2個ありますがどうなるか。1個使われますね、やっぱりまだ1個あります。使われますね、反撃に気をつけて。いやスペシャル2個にある状況では頑張りました。さあステージ6自重エンプレス戦出ずに潰れる。これは隠しキャラを出さないように潰れたんですね。このステージ10のエンプレスを倒した時点で15万点以上のスコアがあると隠しキャラでブラックピエロが追加で出現してしまいます。なのでブラックピエロを出さないため一度コンティニューを挟んだということです。さあ再びハイプリエステスを出してプレイを再開してますが、この辺りになるとコンピューターの動きが早いが潰れましたね、見事。しかしさらにコンピューターは速くなります。配置も先ほどよりさらに難しくなってます。落ち着いて組み替えて連鎖を打っていきましょう。消しやすい配置だな相手側。ハイプリエステスはほんと同じ色が固まっちゃうんですよね。仕留めたい仕留めたい、消された。あ、いやこれきついかな。いけるかいけるいける、一回、いや消された。押し切れる押し切れる、いった。いやヒヤヒヤした。さあ最後最後、さあラストステージのフォーチュン戦です。行くよ、2連鎖、再び2連鎖、まだ潰れないでしょう。あと1回か2回でいけそう。
いいですね、うまい感じにばらけました。これです、マジカルドロップ3クリアです。お見事、ありがとうございます。さあ続きまして、これでトリロジーリレー2作品目のマジカルドロップ3をクリアとなります。はい、ということで作品を切り替えます。さあトリロジーリレー最後を飾るのは、令和になってまさかの復活を果たしたマジカルドロップシリーズ、マジカルドロップ6です。すでに過去作品のほぼ全てのキャラの実装が決定済みで、しかもオンライン対戦もできちゃいます。これはやるっきゃないですねそんなマジカルドロップ6では対戦モード難易度難しいの3速クリアを目指します。 RTA 的な難易度では本トリロジーリレー3作品の中では一番低い作品です。このマジカルドロップ3でも寄付額投票による投票制で使用キャラが選ばれました。改めて今念のため確認しますと、1位はエンプレスですね。先ほどチャリオットが1位になったんですが、再びエンプレスが逆転して1位となりました。はい、ということで今回はエンプレスでいきましょう。はい、わかりました。このエンプレスも RTA 最適なキャラの一人ですね。チャリオット、また変わった、変わった、変わった、チャリオットです。はい、チャリオットで、では最終決定、はい、お願いします。いきます、ではチャリオットで、はい、お願いします。いや直前までもつれるねこれ皆さんのキャラ愛がすごいなと本当やっぱりマジドロ6はマジドロはキャラゲーでもあるのかな。ということで、このマジカルドロップ6ではステージ10ブラックピエロの最速撃破を目指していきます。この6もね、なんだかんだキャラのタッチは変わったけど、可愛いキャラ多いですから。さて、このマジカルドロップ6、あ、もう終わっちゃいましたね早い早い、ありがとうございます。このマジカルドロップ6、本が RTA の中では一番気楽に挑める作品ですね。自己ポイントも全くないですし、コンピューターの移動速度も処理速度も非常に遅いですからね。この通りあっさりいけますね。まだこの辺は弾の配置も簡単ですしね。ちなみにこのマジカルドロップ6での勝利は3連鎖が1回、2連鎖が1回の連鎖2回で倒していくことになります。3連鎖を持ってこれでクリアですね。いや6のチャリオットくんイケボになったな本当にこれそうですね違うタイプのイケボになったね、これなんか低いイケボになりましたねこんな低いのこのマジカルドロップ6、ボタン1つで両端に瞬時に移動することができます。この機能を使いこなせると連鎖がさらにしやすくなるんですね。私は全然使いこなせませんさあこれでステージも折り返し、ステージ6エンプレスです。この辺りはもう弾の配置が難しくなってきますが、落ちていて連鎖すれば大丈夫でしょう。クリアです、いい感じですね。ステージ7チャリオット R2P の金チャリオットいいわ。さあ R2P 側にスペシャルがあったが早々に使ってくれたのはありがたい。速攻クリア、よかったよかった。ステージ8、なんか雰囲気が変わった3ですね。お、移動をうまく使う、橋移動をうまく使って2連覇、いいですね。お見事、これは素晴らしい。さあ残るは2ステージ、ステージ9ハングドマン。いやー弾バラバラだけど、お見事な3連覇、これで潰れるでしょう。ステージ9クリア。
さあ、いよいよ最終ステージブラックピエロです。タイマーストップの準備お願いします。ここでもステージピエロの移動は遅いので押し切れるはず。ここでタイマーストップとなります。記録は16分30秒ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではアンビルさん、早速完走した感想をお願いします。寄付額投票でその決まったキャラのトップがどんどん入れ替わってたので、あの最初ちょっと戸惑ったんですけれども、ね、あの、まあ、ジャスティスもそうですし、ハイプレイスもあの特にミスなくあの走れて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。では、次に私なんですが、まずここまでご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。今回あの走者のアンビルさんに声をかけていただいて、こうして解説役として参加させていただきました。あのマジカルドロップシリーズはどうしても展開が早いゲームで、しかもあの RTA となると展開がさらに早くなるんですね。なのであの視聴者の皆さんが置いてけぼりになってしまうんじゃないかっていう不安がありました。なのであの私の解説で走者のアンビルさんのプレイの凄さが伝わって、視聴された皆様が楽しめる手助けができたのであれば、私も嬉しく思います。スプラトゥーンの続きでなんとなく見てた方も多いと思うんですけども、面白いゲームなのでよかったらプレイしてみてください。ありがとうございます。あとアンビルさん、何か話すことありますか？私ですね、ツイッチの方でマジカルドロップの RTA ですとか、あとはそのちょっとユニークなゲーム のプレイを、超ワニキシリーズとかゲーム天国とかそういったところをプレイしているので、もしよろしかったらツイッチの方のチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。私マルタはよくマジカルドロップ3のワープするクソ強コンピューターを相手によく遊んでいます。あとは対人戦なんかもやってますね。このゲーム突き詰めるとあのコンピューターよりも人の方が強いということが分かったので、で東京埼玉エリアのゲームセンターで大会に参加したり対戦会とか主催してるので、興味ある方はぜひ参加してみてください。あとは、マジカルドロップが上達するためのブログとかもやってます。いつもお世話になっております。あ、そう言っていただけると幸いです。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ではこれで締めで大丈夫ですかね。はい、わかりました。はい、ではありがとうございました。引き続き RTA in Japan をお楽しみください。次はぷよぷよ4部作リレーです。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。